皆さんこんにちは、ウェルネス集合のアリサです。瞑想するときにすごく静かな暗い場所に行って瞑想したい、そうじゃないと深い瞑想ができないっていう人、手を挙げてください。私もね、やっぱりね、朝ちょっとね静かな場所に行って瞑想したいなと思うんですけれども、私たちみんながみんなそんなお寺で生活しているわけでもないし、私たちお坊さんでもないしね、普通の現代人でもうね、パソコンもあるし、人ごみの中で生きているわけですよ。だから周りにはそういう音とか騒音とかいろんな匂いとかね、見えてるものとか、そういう一応瞑想に邪魔と言われるものばかりがあるんですよね。でもそういう中でもちょっとマインドを静かに持ってきたり、ね、したいじゃないですか。今日の瞑想はね、それにぴったりです。今日の瞑想は Come to your senses っていう瞑想で、五感にですねフォーカスしていきます。だからですね、その五感で感じるものを全部瞑想の中に入れてあげる。自分は少しそこから下がって、その五感で感じるものを全部見つめていく、そんなねマインドフルネスの方法から来た瞑想です。この瞑想、私好きなのはですね、もう今この瞬間に意識を戻しやすいんですよ。私たちって、ね、やっぱり過去とか未来にね生きているんですけれども、今聞こえるもの、見えるもの、匂い感じるもの、体で感じるもの、そこに意識を持ってくるので、今この瞬間にね意識を戻すっていうのにね、すごく効果がある瞑想です。だから一日のうちにね、ちょっと疲れたりとか、すごくいろんな将来のこと不安になって心配になった時とか、呼吸にフォーカスするっていうのもいいんですけれども、呼吸にフォーカスするっていうのもなかなか難しい、そんな場合はですね、この Come to your senses 5 sense にね意識を持っていく瞑想を一緒にやってください。ではでは、今日も一緒に瞑想を始めていきます。じゃあ椅子に座っている人はね、ちょっと背中何かに持たれてですね、楽に座っていきます。あぐらかいてるのが楽な人はね、あぐらかいていきます。そして肩を一回耳の方に近づけて、後ろから下にはーっと下ろして、手は楽にね、手が自然に行くところに置いてください。そして準備ができたら、ゆっくりと目を閉じていきます。じゃあまず最初に、今聞こえる音に意識を向けていきます。一番最初に聞こえてくる音は何ですか？人の会話かもしれないし、お家の電子機器の音かもしれないし、自分の心臓の音かもしれない、私の声かもしれません。一番最初に耳に入ってくる音、そこに意識を持っていきます。そしてその音にレーベルをつけることなく、この音好きだな嫌いだななんてジャッジすることなく、その音を聞いていきます。じゃあ次の吸う息で、今度はかすかに聞こえてくる音、耳を澄まさなければ聞こえてこないような小さい音は何ですか？遠くの方で泣いている犬の鳴き声かもしれないし、遠くの方で話している人の声かもしれない、自分の呼吸の音かもしれません。かすかに聞こえてくる音に意識を持っていきます。次の吸う息で、今度は体で感じる感覚に意識を持っていきます。多くの人が今椅子に座っていると思います。お尻が触っている感覚、
もしかして立って電車の中でやっている人いるかもしれません。足がね、地面をグッと押す感覚、手が膝の上にある感覚、自分の体を触っている感覚、一番感じる感覚に意識を持っていきます。じゃあ次の吸い息で、今度はかすかに感じる体の感覚、服が体に触れている感覚だったり、もしかして皮膚の表面にちょっと風が当たる感覚だったり、髪の毛が首の後ろを触る感覚かもしれません。意識をしないと感じないような体の感覚、触れている感覚に意識を持っていきます。では鼻から大きく息を吸って、口から楽に吐いて、じゃあ次は視覚に意識を持っていきます。みんな目を閉じていると思うんですけれども、まず一番最初に見えるもの、真っ暗闇かもしれないし、暗い中にも外の光がまぶたを通してね、感じるかもしれない。一番最初にね、見えるものに意識を持っていきます。そしてその次にかすかに見えるもの、目を閉じて真っ暗闇を越えていろんな色が見えるかもしれません。真っ暗なままかもしれません。何も見えないかもしれません。それでいいです。こうじゃなきゃいけない、これが正しいということは全くありません。今見えているものに意識を持っていきます。じゃあ次は味覚です。今一番味するものは何ですか？もしかして歯磨いた後だったらミントの味がするかもしれないし、コーヒー飲んだ後だったらコーヒーの味がするかもしれません。今日の朝ごはんの味がするかもしれません。少し自分の味覚に意識を持っていきます。じゃあ次鼻から大きく息を吸って、今匂い、どんな匂いしますか？一番最初に体の中に入ってくる匂い何ですか？じゃあ次はこの5つの感覚を全部一緒に感じていきます。じゃあ次の吸い息で鼻から大きく息を吸って、耳で聞こえるもの、体で感じれるもの、そして目で見えるもの、鼻から匂い嗅げるもの、味、全部を感じていきます。口から楽に吐いて、じゃあもう一回、今この瞬間に体の五感で感じれるすべてを体で受け止めていきます。じゃあマインドを自由にしてあげて、いろんな考え頭に来させてください。少しずつ首動かしたり、指の先動かしたりして、体に動きを取り戻していきます。そしてまたメディテーションの時間、瞑想の時間を作った自分自身に大きなハイファイブをしてあげてください。そして準備ができたらゆっくりと目を開けていきます。
これがですね、come to your senses というね、five senses、五感を使って今この瞬間に、この時に意識を戻していくという瞑想になります。これはですね、本当に電車の中とかね、会社で疲れている時にもね、すごくいい瞑想だと思いますので、ぜひやってみてください。今日もこの時間を作ってくださってありがとうございました。またね、バイバイ。